ちゃこんにちは。はい、さゆだこさん、はい、もう自主トレ始まりましたね。寒いな。寒い中ですけど。いやでも俺も思い出すけどさ、三が日過ぎたら体を動かしてたんだよね、俺も。おお。で、4日からだいたい自主トレをやる熊本に飛んでたの。はい、あ、熊本だったんですね。で、やってたのね。はい。だからやっぱこう、年が明けるとなんか気持ちが重かったな。あ、いよいよこう体をまた元に戻してっていう、で気持ちも作っていってというね。そうですよね。ただ、はい、それは今年やるチームが決まっている選手であれば、ね、もちろんね、あれですけど、まだ決まってない選手がいるんですよ。まあ不安だよな。はい、まず楊大寛選手。はい、楊大寛選手はまあ昨シーズン巨人からっていうことになるんですけれども、楊大寛って、はい、日本でやるの？一応日本で探しているようなんですけど、まあ、いや もしあれだったら台湾帰ればいいじゃんな。あ、まあ、帰ってもいいと思うよ、ね、はい、ヒーローだと思うし、はい、帰ってやってもいいと思うしね、はい、で自分が培ったものを台湾野球に注入していくっていう、うん、そういうことのでもいいと思うんだよね。そうですよね、うん、その巨人に移籍してからなかなかここ数年本当にあの、うん、ファームが多かったというか、うんうんうん、そういう中でやっぱりその他球団他の11チームから見ると、うん、そのあれですか、こう見出せる要素がなかなか見つからないという感じになっちゃうんですかね。いや、まあ一頃はさ、はい、魅力があったよ、高走集、うん、3秒揃った選手という、はい、まあ、そういうことあったにしても、うん、やっぱりこうバッティングが淡白であったりだとかさ、うん、見る人が見れば、うん、まあ、淡白に見えるけども、ある人から言えば、いや淡白とかじゃなくて積極性だっていう人もいるしね。あ、だからここら辺の見え方っていうのがどう見えてるのかなという、他球団に。そうですね、うん、まあ、とにかく初球から何でも振っていく、はい、まあ、スタイルというかね、うん、まあ、そういうことが彼の、うん、特徴でもあり、はい、まあ、守備っていうのは守備範囲も広いし、うん、はい、まあ、足も肩も、うん、まあまあそこそこね、はい、いい選手なんだけども、うん、ああいう選手を控えで持っとくよりは、うん、やっぱりレギュラーとしてという、うん、で淡白な打撃っていうのは代打ではなかなかこう結果が残しにくいんだよね。そうですね、だから結構難しいとは思うけどですよ、ね、ちなみに昨シーズンの成績は7試合に出場して打率1割4分3厘ということなんですよね。やっぱり厳しいですね。まあ結果が残ってないからそういう立場にいるんでさそうなんですけどね。だから年齢的なこともあるんだよね。そうなんですね。だからまあその選手を、はい、まあ楊大寛を使うんだったら若手にチャンスをあげたいとか、はい、まあそういう気持ちもまあ球団おのおの持ってると思うけどね。そうですね、うん、まあ、でも豊さん的にはまあ台湾に戻って自分の持ってるものを伝えるっていうプレーしながら、いやいや、そうだね、うん、まあそういうことも俺はかっこいいなと思うんだけどね、うん、生き方としたらね。そうですよね、うん、だから日本にこだわる必要はないと思うんだけどね、はい、まあお金ももう残したでしょ結構まあお金は十分ありますよね。お金は残したと思うよまあそうですよね、うん、いやだからその台湾に還元していくというか、うん、これから知識とか、はい、ね、そういうものをこう提供していくというかね、うんうん、まあ、そういう生き方っていうのは俺素敵だと思うけどね。だから羨ましいもん、うん、帰るところがあるっていうのは。そうですよね。台湾野球だったら受け入れるでしょう。もちろんヒーローですもんね。ヒーローだしね、はい、まあ、そういう生き方もあるのかなっては思うけどね。まあそれはもう楊大寛の考え方一つなんだよね、うん、まあ、日本でやりたい絶対探すっていうんだったらそれでもいいし、はい、俺が言った台湾への、うん、還元というそういう生き方もあるなっていうは思うけどね。そうですね。さ、そして牧田投手、アンダースローの、はい、西武、パドレス、楽天ときて、うん、まあ今もチームを探している状態ということなんですけど、探してんのかね。プロでまだ現役でやりたいっていうことのようなんですけれども、うん、どうなんだろうね。まあでも昨シーズンが成績17試合に登板、うん、0勝0敗2ホールド、防御率 3.31 という数字で、うん、いくつだっけ。牧田投手37歳です。どうやろうな、うん、いやだからその楽天にもちろん残るというかいるのかなとは思ってたんですけど、楽天側はいや俺もそう思ったよ、はい、まあ、やっぱり一枠あるのとないのでは全然違うからね、うん、37
もうここまで来てない、はい、うん、まあ、厳しいかなって、はい、まあ、変則だから、はい、使えないことはないと思うんだよ、うん、そうですよね、うん、チームのビジョンみたいな設計みたいなのがあるじゃない、はい、そこにやっぱベテランっていうのは大体こう排除されていくような年だよね、はい、だそこでチャンスがないともう終わるという、うん、でベテランよりも若手にチャンスをあげたいとか、はい、で育成をどんどん取るような時代になってきて、うん、もう本当に結果が出なかったらポンポン切っていくというね、まあ、そういう時代の中で、はい、なかなかやっぱもう難しいよな。37歳、俺は使えると思うよ、使いようによっちゃ、うん、そうですよね、ただそんなに困ってるところがないということなんだろうと思うよ。11チーム、これが先発で使えるんだったらおそらく取る球団は何チームかあると思うよ、はい、ただ中継ぎでしか使えないっていう風になってくると、うん、いやそれはいらないなって、それだったらそこに若手をこう経験として入れたいとかね、うん、はい、そういうことになるのかなというふうには思うけどね。なかなか厳しい、まあ、プラス例えばプロ野球ではなくて多分独立だったりとか、うん、そういうところももしかしたら接触とかしてる。で、まあ、37歳で、うん、まあ、独立行ったら、うん、もう戻ってこれないよね、まあ、日本のプロ野球には、はい、だから、まあ、そこら辺も考えて慎重に、それは最後の手段として取ってるのかなっていうような気はするけど、使えるよ、使えるとは思うけど、うん、やっぱそういうことなんだよ。そういうこと、やっぱチームの考え方、うん、チームのやっぱこう構想っていうのがあるからさ、はい、まあ、そこにはなかなかこうベテランを取ってきてっていうことにはならないよね。やっぱ厳しいんですね、年齢的なことっていうのは、ね、いや厳しいな。あと秋吉投手、秋吉どうした、まだ何も情報が出てこないんです。秋吉頼むよお前。いや秋吉投手真っ先に3人の中で決まりそうかなと思ってたんですけど、ピッチャーだしな、はい、で32歳でしょ、はい、でね、年俸も結構お買い得って言ってたんで、豊川さんあれで後ろの方もできるしな、はい、経験もあるし、うん、どこのチームが接触してるとか一切情報が上がってこないよな、来ないんですよ。何ですかね、秘密裏に行われてるんですかね。なんか秘密裏にする必要もないような感じだけどなそうなんですよね。まあ太田が決まり、西川が決まりとかね、はい、野手ってさ意外とその右バッターの特徴で取ったりだとかさ、はい、まあ西川だったら一番適正という、うん、いうことでと、まあ、楽天が取ったりだとか、だから秋吉っていうのはどこで使うっていうのが明確ではないよね、うん、クローザーなの、クローヤー、クローザーにいきなりや任せられないとかさ、じゃあ中に入れてどうするんだって、うん、まあそれだったらみたいな感じなんですか、ね、だからの分かんないけど、はい、情報が回るんだよ、あ、その順位球団プロ野球界の中でってことですか。そうそう、まあ例えばちょっと故障あるよとか、はい、いやこれはもう憶測で喋ってるから、はい、もし勘違いしないで、ね、もうこれは本当に憶測です、うん、はい、まあ、ちょっとね右肩が故障してるよとか、うんうんうん、ちょっと膝が悪いんだよねとか、うん、こういうのが悪るんだよね、はい、もしあったとしたら、うん、まあ、それでちょっと様子をみんなこう牽制し合ってるのかもわからないし、はい、いやもうそんだけの力はないっていうふうに各球団がもう判断しちゃってるのか、例えばあとは例えば接触はして話したけど金銭面で折り合いがつかなかったとか、そんな、いや金銭面では、はい、多分折り合いはつけると思うよ、こちら側がってことですね、秋吉側がね、側が、はい、それはまあ秋吉側なんですか一応秋吉応援団になってる、はい、いや、それはもちろん、はい、もちろん、うん、秋吉はもうここまで来たら、うん、いくらでもいいからやらせてくれって、うん、そうなりますよね、そう なるよね。だからまあ例えば、うん、秋吉が必死に頭を下げて、はい、ね、やらせてくださいと、はい、年俸いくらでもいいと、うん、ね、まあ、そういう姿勢になってきたらどっかあると思うよね。もうここまで来て、はい、もう情報が上がってこない、何にもないって、噂すらなくなったって、うん、もうなんか風化しそうな感じだもんね、秋吉っていう名前が。そうですよね、でしょ、はい、まあ、そうなってくるともうどこも取らなくなるというかさ。これ日本ハムが再契約って可能性はほぼゼロに近いんですか。うーん、俺はゼロに近いと思うよ。そのために
そういう切り方っていうか、うん、チャンスを与えたわけだから外に自由に交渉しろっていう、うん、だからやっぱ厳しいよな。いや厳しいですね、うん、まあ、今年越しちゃいましたからね。なあ、はい、いやまさかと思ったけど、はい、まあ、こうしても、まあ、動き始めたら球団が、うん、まあ、すぐポッと決まるのかなと思ったけど、まあ、なかなかな決まりそうもないでしょ、うん、あともう一人決まりそうもないのがいるバレンティン選手。バレンティンいらないだろいやでもいやちょっと待ってくれ、バレンティンは申し訳ないけど、うん、あんな不真面目な男がいらないよ俺は。まあそうですね、うん、俺はいらないと思う。あのヤクルトから悪影響だもん、あの選手はチームにですよね、うん、まあ、まずセリーグはないよ、だから守備ができないもん、うんうん、そうですね。だパリーグであんなさソフトバンクにお世話になってて よ、 よ、ね、あれだけの給料もらってて、はい、ヤクルトのお前ユニフォーム着て、うん、インスタ上げる普通上げない、あの神経がねわからない。確かに絶対いらない絶対俺はいらない。まあそうですね、そりゃもうちょっとさ真摯にやってほしいよ。確かにそうですね、ね、うん、じゃあ成績は残したかったら残してもないですし、ソフトバンク残してもその精神だと悪影響を及ぼす確率が高い、はい、ということは俺はいらない。もうバレンティン選手はもうちょっと現役プロ、あの日本ではできないんじゃないかって。日本でできないでしょう、多分取るとこないですよね。いくつなの？37歳でした。いらんないいらない。確かにね彼が真剣にやった時とか、あの60分打った時の、うん、いやここでかこいつ絶対ホームラン打つなっていうようなところでやっぱ打った、あのこう集中力とカリスマ、うん、みたいなものがもう全くなくなったもん。そうですよね、うん、あとなんかこう、まあ、怠慢じゃないですけど、うん、なんかそういうのが何か自分がこう天狗みたいになったところもあったんですか、まあ、人間的には悪いやつじゃないと思うんだけど、はい、ただやっぱ子供の部分が抜けないというかさ、うん、でまあ小川監督ね、はい、あの前やってたヤクルトの監督でやっぱね彼はよく言ってたのが、彼はやっぱ常に、うん、気にかけてあげてないとダメな子なんだっていう。あ、そうなんですね、うん、だから小川さんはすごくあのバレンティンの扱いがうまかったんだよ。あ、うん、でだから働きやすかったんだと思うけども、はい、やっぱもうそんな年じゃないじゃない。そうですね、37歳になって、はい、ね、うん、だからなんかこうチュチュ加えさせてるわけにいかないじゃないいかないですよ、ね、はい、うん、だからもうやっぱり日本球界では俺は無理だと思うよ、バレンティン選手、うん、まあでもね、残りの3選手は、まあ、日本のさ、はい、に残した貢献度、うんうん、功績っていうのは素晴らしいものがあるけどね、記録をね、作ったわけですから、ね、うん、それには感謝はするけども、はい、やっぱこうソフトバンクでのあの悪態ついた感じを見てると、うん、はい、なんかやっぱりちょっとがっかりだったな俺は。そうですね、うん、それはファンも多分一緒だと思います、ね、やっぱり、はいはい、ただ残りのね3選手、牧田投手であったり、うん、陽大館選手、あと秋吉投手、そうだ ね、 ね、あの、うんうん、気持ちが切れないようにね、はい、まあ、例えばこう体を本当に必死に絞り込んどくとか、うん、動かしとくとか、はい、シーズンが始まっても故障とかね、はい、中継ぎ、まあ、3人とも中継ぎじゃない、2人だな、はい、あ、長継ぎじゃない、はい、そういうピッチャーっていうのがいなくなった時に声がかかる可能性があるから、はい、最後までやめるのは簡単だけど、うん、続けるのは難しい、でもその難しいことに挑戦を続けておいてほしいなと思うよね。そうですね、もう本当にあのやめるのは簡単だから頑張れ、うん、ね、頑張ってください。もうとにかくちょっとした望みでも捨てるな。そうですね、頑張ってほしいと思います、はい、はい。